越高楼は中華、人民共和国チャンス上南京四古楼区の獅子山に位置する楼閣。獅子山は標高78.4メートル、周囲にキロメートルあり、その昔、東進の元三角は八王の乱により、金領へ逃れる際に初めて、長江を渡り、この時に読んだ詩からタ達山の名がついた。1360年、主元章が、タ達山が八万の伏兵により、 人と無料の40万の軍を打ち破り明朝の基礎を築いた。1374年に主元章は、炉達山を、獅子山と解消、越高路建設の象徴が出されたが、建設は突如中断され600年余りの歳月が流れた。1993年より、獅子山計区の開発計画が実行され、1998年に、 越高楼の建設が開始され2001年9月に600年余り、勇気無労と言われた、越高楼が4層7階の楼閣として完成した。現在は、越高楼を中心として、越高楼危機亭、岩美名亭、古宝台、村中山越高ところ、五軍寺道、古城垣、地蔵寺、五色戸、聖海寺など30余りの歴史遺跡などがある、四死三傾区として、 国家クアッド A 級旅遊景区、国家重点名称旅遊景区に指定され、南京の有名観光地となっている。四死山山頂付近までは、エレベーターで登ることができる。40元三元、2009年現在。ありがとうございます。